はい、どうも皆さんこんにちは。本日はですね、顔なしで失礼いたします。本日はこちらの、チュピちゃんのね、可愛らしいお写真を編集していきたいと思います。で本日はね、10分でいたしますので、解説動画というよりかは、まあ、普段自分が、編集してる時にパワーパッてして、編集してるところを、皆様に、お見せしていきたいと思いますので、まあ、よろしくお願いいたします。はい、ではまずはですね、トーンカーブの方ですね、ここのシャドウが一番多いのでここを減らします。で、ハイライトのちょっと少ない部分、かつそんなに、白寄りではないところをですね、ちょっと上げます。緑はこちらですね。今回はですね、その解説動画よりかは、まあパワーパッてやっていくので、見ながら、止めながらですね、やっていただければと思います。今日は毎度同じ、フィルムチックな感じでやっていきたいと思います。やっぱ古民家って言ったらね、フィルムチックな編集が一番自分には、いいなって思ってるので、フィルムチェックで本日も失礼いたします。もうここのトーンカーブを変えるだけでね、だいぶフィルムっぽくなると思います。こちらのトーンカーブの方ですね、まあ需要があればっていうよりかというか、まあ興味があれば今度また別動画で、ゆっくり解説はしていきたいと思います。コントラストを下げるの忘れてました。普段はコントラストをガッて下げてから編集をいたしております。シャドウはですね、まあ、やっぱフィルムチックなお写真って、明暗差の、まあ、明暗差が激しいので、まあ、ここのシャドウのところを暗くしたりとかですね、激しいというか、まあ、そっちの方が雰囲気が良くなるって感じですかね。これは立てて、ちょっとだけオレンジ寄りですね。黄色もちょっとオレンジ寄りにして、まあ、お肌がよく見えるので、綺麗に見えるので、これもちょっとオレンジ寄りで、グリーンはちょっとシアンの方に入れていきたいかな。ちょっとだけ、あ、でもこっちがいいか。お肌もこちらを明るくする、あ、こっちじゃないですね、これはいいや。イエローも少し、サイドはやっぱ下げ気味なんですよね。少しフィルムチックな編集をするときっていうのは、ブルーはどうしよう、ブルー、まあこっちの方が、まあ今回ね、暖色系の方に寄らせていきたいので、これを上げることによって肌が綺麗に見えてきます。黄色は同じにちょっとだけ下げる。さっきね、こちらの色素のところで上げたので、グリーンはちょっと下げよう。バックラーも下げて、ブルーは後でね、補正かけるんで、ブルーは下げていきたいと思います。カラーグレーは、シャドウの方はですね、ちょっとシアンっぽいところ、その前にブレンドをマックスにして、バランスはだいたい25とか、そのあたりですね。ハイライトはこちらの、オレンジがかかっているところらへん、まあ、こんな感じでいいかな。はい、で、次はシャープはですね、まあ、これはいいか、ここはいいや、これはなんとなく外してる。なんかたまにフレンジじゃないけど色が抜けちゃうんですよね。粒子は結構がっつり入れます。35ぐらい、うん、
まあ、もう少し入れていきます。先にブルーをやりたいな。こっちでサイドはちょっと抜かす、抜かせというか黒くする、10ぐらいで。で、レッドは今回はちょっとだけ、10ぐらいでいいかな。増やして、まあ、肌に透明感が出てきたので、これも少し下げる。グリーンはちょっと黄色の方にして、これもちょっと、でもこれちょっと増やしますかね。逆にまだ6分か。まだまだいきますね。よし、じゃあ次は、基本補正の方ですね。ちょっとだけ明るくして、テクスチャーと明瞭度の今回は下げます。ちょっとだけ加速にはほんの少しで、サイドこっちは上げて、自然のサイドの方を下げる。まあ、大体半分くらいにしてます、自分はいつも。でこっちはハイライトいじらずに、ライトを少し上げよう、少しだけ上げて、その分ダークをちょっと上げて、シャドウをその分ちょっと下げます。はい、まあ、大体こんな感じかな。で、あとはですね、こちらでマスクをちょっと入れて、もう自分こちらのオートンっていう自分でカスタマイズしたものがあるんですけども、こちらだけどこれすると輝きすぎてるから、ここのところを軌道にして、確認して、軌道マスク表示して、かかりすぎないところに持っていく。これ確認なしとあり、こんな感じですね。であとはちょっと奥の方が暗いので、ここにですねちょっとだけ、マスクをしていきたいと思います。ちょっとだけ暗くさせていきたいと思います。こっちもちょっと加えましょうかね。あとは、被写体の、チペちゃんのところに丸入れて反転して、次は、何でもいいんですけど、消してテキストをちょっとだけ入れます。消さなくてよかった。でシャープももう一回ちょっと入れて、で、ブラシでフロントの部分にブラシかけて、これをちょっとちっちゃくして、体に合わせて、もしこれがね、この感じでここだけ、シャープを入れたんですけどね、今回は。はい、ではこんな感じですかね。時間の方が9分30秒。よし、こんな感じで普段は、自分編集をしています。特にね、この古民家とか、そういうなんかノスタルジックさを出す、シチュエーションとかだと、こういう風にね編集すると、いいかなと僕は思います。はい、では、今日の動画はこの辺までで、もしこの投稿が、いいね、投稿というかこの編集がいいなと思っていただけたら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。
インスタもやっておりますので、よかったら概要欄に貼っておきますので、フォローをお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またねー。30代男性宅。